いらっしゃいませ。関山です。今回なんですけども、一括買取比較サイトの売り時というサービスに関してですね、使い方と特徴と評判に関して説明していきます。この動画は、買取とかをなかなか依頼したことがなくて、どの業者に頼んだらいいか分かんないから、安心して利用したかったりとか、あと少しでもやっぱり高く売りたいから買取比較サイト利用したりとかですね。あと買い取り比較サイトって結構いくつかあるから、売り時っていうのがどういうサイトなのかっていうのよくわからないとか、初めてのですね利用の方に対してのこう動画になるので、ぜひですねこの動画を最後まで見ていただければなと思います。じゃあまずは売り時とはということに関して、簡単に売り時のサービスの説明をさせていただくんですけども、一つの商品を複数の査定の会社から一括で見積もりが取れるというようなサービスになっているので、少しでも高く売りたい人に対して一番高いところで売れますよっていうような買い取りの比較サービスになってます。簡単にこの使い方に関して僕の方で操作しながらやっていきます。商品っていうのを選んでいただいて、細かくカテゴリーっていうのを選んでいきます。でこのスタートボタンっていうのを押すと、次の画面に行って、細かく商品の情報を入力するっていうようなこう画面になります。で今回は僕のアイコン10ですね、これを査定していきますと。でこのように選択すると、商品名を入力するところがあって、で商品画像ですね、これも入力が必須になってます。付属品とか購入時期とか細かい情報をこれ入力します。付属品完備、購入時期2年前と入力していただいて、この状態ですね、新品、備品、中古、何ありとあるんですけど、新品っていうのはあくまでアップルとかの店頭に置かれてるような、ああいう状態を新品っていうので、結構これ買取業者側とお客様側とでズレが発生してしまうんですけども、使ってないではなく、あくまでその店頭に売ってる状態と全く同一の状態であるっていうところが新品になるので、でちょっとでも例えば箱に傷がついちゃったりとかってなると基本備品とかになっちゃいますね。備品か中古っていうのは汚いか綺麗かっていうところで、目立つような傷とかがなければ基本備品になるかなと思ってます。今回僕の商品自体は中古なので、これで入力しますと。続きましてこちらのページに行きまして、ニックネームですね、適当に入力していただいて、メールアドレス入力して、パスワード入力してですね、都道府県とか入力しますと。で電話番号ですね。でやって査定依頼を出すと。こんな感じで査定依頼が完了しますっていうような形になります。売り時の査定の使い方に関してですね、説明させていただきました。売り時のサイトに関しての特徴というのをちょっとお話しすると、まずカテゴリーに関してはメディア類が結構強いサイトになってるかなと個人的には思っております。メディアっていうと本だったりとか、CD ゲームソフトとか DVD とかブルーレイとかですね、ブックオフとかにあるような相性品っていうのは結構強いかなと思ってます。買取方法に関しては、出張買取とか店頭買取っていうのはあんまり強化してやってるっていう形じゃない、宅配買取っていうちっちゃい商品とかを送ってもらうっていうような買取方法に特化したようなサービスになっているので、出張買取とか店頭買取を希望しているような方とかっていうのは、おいくらっていうサイトの方がおすすめかなと思います。サイトの評判なんですけども、僕の個人的に見解をお話しさせていただくと、宅配買取を中心にやってるようなサービスなので、小さいものを高く売るっていうことに関してはすごく強いので、そういうものを売る方に関してはすごくおすすめのサイトになるかなと思っていて、悪い噂とかっていうのは全く聞いたことないので、非常にこう評判はいいサービスになってるかなと個人的には思ってます。ちなみになんですけども、メルカリとかと比較して使うという方に関してですね、時間があって少しでも高く売りたい人は、基本的にはメルカリとか、ヤフオクとかで自分で売った方が一番高く売れます。そうじゃなくて、そういうことに時間を使うのはもったいないとか、時給が高い人ですね、そういった方っていうのは買取業者に基本的には依頼しちゃった方がおすすめかなっていうところなので、時間に余裕がある人はメルカリで売っていただいて、時間にあんまり余裕がない人は買取比較サイトを利用していただくっていうのがおすすめです。という形の説明で今回の動画は終わりたいなと思います。それではまた次回の動画までお会いしましょう。